い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。帝徳の決断をパワーアップキット、ショートゲームモード続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ですね、ミッドウェー海戦戦艦ヤマト突撃パターンで、プレイの方をしてみたんですが、ご覧いただいた方ご存知の通り、少し不甲斐ない結果に終わってしまいましたというのがありました。で、今回はですね、その結果を踏まえて史実通り機動部隊、空母ですね、のみでミッドウェーの海戦の方に挑んでいきたいなというふうに思っています。では早速ミッドウェー海戦を選択していきましょう。で、司令長官副官からの状況説明を聞きますかということで、前回もねご覧いただいてるんですが、今回初めて見るよという方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、簡単に流すだけ流しちゃいますね。主目的は敵正規空母の撃沈で、味方の全正規空母を失った場合は敗北、直ちに敗北ということになります。で、第2艦隊と第3艦隊、これらはそれぞれ空母2隻ずつを組み込んでいますが、この艦隊を今回は出撃させます。で、前回出撃させたヤマトが入っている第1艦隊は今回は温存という形ですね。ですので、画面の右側参戦艦隊というところ、今日本第2艦隊と第3艦隊が出ていますが、これらの艦隊を、今回は出撃をさせていきます。で、今ちょうど画面の真ん中に出ている、日米の艦船の参戦数ですね、これでいうところの上段で今回はプレーをしていくということになります。戦艦を2隻今回対してはいるものの、重巡洋艦の数で圧倒的に米の方が有利、アメリカの方が有利という状況と、あとですね、前回の戦訓を踏まえた上で今回はですね、ちょっと作戦を練ってきました。で、どんな作戦かというと、まずですね、味方の正規空母 4隻を含むこの第2艦隊と第3艦隊に関しては、ミッドウェー島にはもう絶対に近づかないと。というのも、ミッドウェー島から基地の守備隊飛行機が飛んできますので、できるだけ近づかないというのが一つと、あとですね、今見ていただいたように艦船数でこそ互角なものの、重巡洋艦を多数配備しているアメリカ軍に対して、日本軍は、駆逐艦とかね、そういった、割と脆い艦艇が多いので、砲撃戦は絶対に回避というのをまず、厳守していきたいと思っています。で、もう一つですね、今回も航空戦になりますので、相手よりも先に空母を見つける、逆に言うと偵察機を飛ばしまくって索敵するというところですね。で、敵空母を発見したらすぐに航空隊を発艦させるために、もうすぐにね、出撃できるよう待機をさせておきます。味方の空母から出撃できるように航空隊は待機で、敵の空母を発見したらですね、まず敵の空母1隻に対して攻撃を集中させて、撃沈、少なくても甲板を大破させて、航空機の離発着ができないようにする、戦闘不能な状態にするっていうのを、第一目標にプレイの方はしていきたいと思います。敵の空母に対して一隻に攻撃を集中する。で、甲板の大破、もちろんね、撃沈できれば一番いいんですが、甲板の大破まで確認できたら次の空母に攻撃対象を移すというところになります。ここはね、もう絶対に守っていきたいと思います。で、夜になったらですね、もう砲撃戦しかできなくなりますので、敵の艦隊に捕捉されないように、後方待機
まあ、これらを守りつつなんとかね、このミッドウェーの改善を勝利に導いていきたいなというふうに思っています。ではちょっと前置き長くなってしまいましたので早速プレーの方をしていきましょう。まず第2艦隊と第3艦隊をミッドウェー島の、南西に配置します。で、先ほどご覧いただいた作戦要領のように要項のようにですね、西域、このミッドウェー海域の西域を巡航速度で航行しつつ偵察をするというところから始めていきましょう。では開戦していきます。で、作戦海域突入時刻は夜明けです。まあ、航空戦メインになりますので夜明けを選択していきます。ではまずはですね、予定通り味方の艦隊を西域に巡航速度で出していきます。で、あとはこれも予定通りになりますが偵察機ですね、ガンガン飛ばしていきます。で、もちろんですね、自分がこれから進む場所に対して敵がいないことを確認しておかないと、まあ、万が一の砲撃戦に巻き込まれるっていうのは絶対に避けたいので、それだけはね、ないように索敵と同時に自分の、航行ルート上に敵がいないことも確認しておきたいと思います。で、そしたらあとは敵の空母の発見の報告を待つだけですね。ここからは航空攻撃の待機を行いましょう。どこに敵空母が潜んでいるかわからないですからね。左下のマップを見る限り、お、どこだ、どこで敵発見した、ここだな、ちょっと遠すぎるな。ミッドウェー島の南に敵空母2隻確認してます。ちょっとこれは遠すぎるけど攻撃隊を出しましょう。遊ばせておいてももったいないですからね。まあ、敵もこちらを発見した可能性が高いですからね。まずはホーネットを攻撃対象にしていきましょう。敵の偵察機に発見されたな。敵の偵察機1機撃破してますが、2機撃破、3機直縁で撃破してますね。偵察機はさ、こちらの攻撃隊がホーネットに向かって攻撃をしていますが、お、敵の甲板は大破させたね。よし、ホーネットの次はじゃあエンタープライズの方に攻撃を変えていきましょう。で、こちらは引き続き索敵を行っていきましょう。敵の空母がまだ潜んでるはずですからね。敵の艦爆が来てるな。観光も来てますね。こちらは蒼龍が大破させられたか。蒼龍の甲板が大破したので蒼龍がもう使い物にならなくなっちゃいましたね。ちょっと早かったな。では今度は
ホーネットに向けて、エンタープライズに向けて攻撃隊を出していきましょう。大丈夫か、直縁が離れすぎてるぞ。モロに攻撃を受けたけど、直縁の防衛隊がこの第三艦隊、第二艦隊かなの方から離れすぎてますね。敵の艦爆の攻撃をモロに受けてるけど大丈夫か。春菜はまだ大丈夫ですね。総龍がね、ちょっと思ったより早く敵の攻撃を受けちゃいましたね。成果が上げられないな。ちょっと離れすぎてるかな。ちょっと総理を撤退させましょう。最悪総流は撃沈もやむなしというところですね。このままだと敵の足の速い駆逐艦に追いつかれてしまうので、まあ総流は沈没ですね。ここで敵のホーネットの行方が分からなくなってるから、まあ、ここはちょっと敵の駆逐艦を配しておきましょう。邪魔くさいですからね。パンが大破したか。まあ発艦できただけマシだったな。急降下爆撃が駆逐艦は足が速いのでなかなか当たりづらいですね。
さあ、いよいよまずくなってきてるな。まずここで敵の駆逐艦を沈めていきましょう。で、うわー、ここに空母か。まずいですね。敵の空母に攻撃隊を送っていきましょう。エンタープライズを沈めたいからな。夜になるので、ここからは砲撃戦に備えて後方に退きましょう。まあ、南雲中一中将を率いるこちらの艦隊はまだほぼ無傷だな。逆に山口多門のこちらの艦隊は空母一隻撃沈されてるし、結構厳しい状態だな。まずいな、こんなところで砲撃戦になるとはな。砲撃戦は絶対に避けたいので早々に離脱しましょう。よし、とりあえず一隻大破したけど航行に影響はないですね。さあ、ではここからは敵との遭遇戦はないことを前提にちょっと早送りをしていきましょう。まあ1回目の1日目って言った方がいいかな。1日目に関してはまあほぼほぼ痛み分けという感じですね。一応ですね、戦力ゲージ、今正規空母赤城南雲中一中将って下に出てるところに赤と青で日本の国旗とアメリカの国旗が出てると思うんですけど、これを見る限り、まあ、日本の方が優勢のように出てますけど、これ撃沈された多分艦艇数を元に多分出してる数値かなと思うので、まあ、あまり当てにはならないかなという感じですね。
さあこっち偵察機もちょっとな少なくなってきちゃってるからな。またいつでも攻撃隊を出せるようにしておきましょう。偵察機が右から飛んできてるってことは右にいるな。発見したぞ。ここにいますね。ヨークタウンか。ヨークタウンの艦隊とはまだ一度も戦ってないですからね。まあなんとかヨークタウンの方も甲板を大破させたいところだけど、敵の甲板の方が早いな。ちょっとダメージらしいダメージを与えられてないな。第2波攻撃の必要性がありますね。さあ第2波攻撃隊を送っていきましょう。直縁が敵のね爆撃機を1機でも2機でも落としてくれるとなんだかんだで楽になるんですけどね。ここにも敵の空母がいるな。エンタープライズの部隊か。近いな。ヨークタウンはだいぶ硬いな。もう一回攻撃の必要がありますね。ホーネットはもう戦闘不能にしてるんで、あとはエンタープライズを
戦闘不能にさせ、ヨークタウンも戦闘不能にさせればだいぶ楽になりますね。少なくても敵の航空隊の攻撃に怯える必要がなくなりますからね。敵の攻撃が霧島に集中してくれてるのは大きいな。エンタープライズもまだまだ硬いな。もう 2,3 回攻撃隊を出せれば両方とももう少しダメージ与えられるかな。味方の偵察機が絶望的だな。もう偵察機が送れない状態になってるな。こうなると厳しいね。どうしようかな。もうちょっと敵に近づいていかないと敵の場所が分からなくなってるな。でこちらの攻撃隊もだいぶ数が減ってきてますからね。直縁は大丈夫か。ちゃんと敵の攻撃落としてくれよ。エンタープライズはまだまだ硬いですね。飛竜はもうボロボロだな。損害を請け負う感になっちゃってるけど、飛竜が大破するとちょっと戦力ゲージ的にだいぶ微妙な感じにはなってきちゃうかな。やられたか。これで戦力ゲージが逆転しましたね。よし、エンタープライズも退避したね。退避じゃない、退破したね。これで敵は基地からはね、飛行機わざが出てくると思いますけど、少なくとも空母からの攻撃はだいぶ少なくなるはずですね。さあこれで2番目も終わったので
敵のエンタープライズとホーネットは大破させてるね。よしよし、まあ戦力ゲージはほぼ拮抗してますけど、実際には敵の損害も大きいですね。まあ味方は2正規空母を失ってますけど、敵の空母も2隻大破させてますからね。あとはちょっとまた夜になりますんで時間を進めていきましょう。そしたら偵察機を飛ばしていきたいけど、もう偵察機の数もね、絶対的に不足してきてますからね。ん？敵の偵察機が右から来てるってことは右にいるな。いたね。これはヨークタウンの方だろう。雨が降ってきたのか。雨がいつ止んでもいいように航空隊がすぐ出撃できるようにしておきましょう。まだこの時点だと雨が降ってたり悪天候の条件だと航空隊がね出撃できないんですよね。ちょっと時間を送っていきます。このまま雨が降っちゃうかな。雨が止んだので時間の進みを遅くして、でこの後は敵が去っていった方向に偵察機を出しましょう。でその上でいつでも攻撃隊が出せるように、敵も偵察機飛ばしてきてますね。
空母の一隻でも沈めてやりたいところなんですけどね。ここには空母はいないな。さあ、艦爆、艦攻、それに護衛機たち、ちょっとやっぱり数がね少なくなってきてますね。あ、こんなところにいやがった。ここにいましたね、敵の空母。ホーネットだけでも沈めてね、痛み分けぐらいにしときたいな。今のままだと完全にこちらが空母を撃沈されてますからね。向こうはね大破はさせたものの撃沈とまでは言ってないからな。ここにいるんだけどな、空母が。見つけてくれないかな。ここがねミッドウェイ島ですね。今回全く近づいてませんけど、よし、最後の攻撃になるでしょう。戦艦部隊は突入をさせましょうと思ったらここで団子になってるな。
だ。このままだと春菜が撃沈されて戦艦を失うことになるので、ちょっとこのまま何もできないかな。春菜が沈められるとちょっと形勢が完全に変わっちゃうけど大丈夫か。この状態でね、ヤマト率いる水上部隊が突入できてれば変わったかなって感じでしたけどね。まあちょっとこの後は動きないかなと思うので時間を進めていきましょう。もう味方は正規空母2隻失ってますからね。はい、というわけでミッドウェー沖海戦は枢軸軍の勝利におりましたということで内容を確認していきましょう。まあなんか勝利したっていう感じもあんまりしないな、これを見ると。確かに、日本軍は撃沈された艦艇は2隻、ただその2隻が正規空母飛龍と蒼龍を撃破されてるんですよね。で一方アメリカの方はというと、まあ駆逐艦ばっかりって感じかな。まあ重巡洋艦が1隻含まれてますが、あとはホーネットが大破、エンタープライズも大破、ヨークタウンが中破っていったところですね。で航空隊に関してはどうだろう。日本軍は直縁は44機中22機、まあ、生還率が半分。護衛機に関しては40機中13機。爆撃機は72分の7。かなり消耗してると思いきや、雷撃機、魚雷の観光機ですね。これが90分の1か。偵察機に関しても29分の8。で、一方のアメリカの方はというと、直縁が68機中66機が帰還してますね。これを見ると敵の艦隊の上まで行って直縁に落とされてる感じですかね。味方の航空隊が防衛機の生還率も、まあ、日本軍よりかはいいですね、アメリカの方が。で爆撃機の生還率が半分、雷撃機が52分の15というところですね。まあ戦況我が方が有利と言ってるものの、実際どうなんだろうっていうね、かなり微妙な感じですが、確かに駆逐艦の撃破数は多いですけど、主力艦はまあ従順を一隻のみで、まあ敵の正規空母に関しては、まあ、大破2隻中破1隻というところで撃沈までは至らなかったと。まあ、ただこの状況でヤマトを突入させてれば、まあ、もしかしたらね、戦況が大きくこちらに傾いていたかなというところはあるかなと思います。というわけで、まあ、ちょっとねミッドウェー海戦いろいろ作戦を練った割にはあまり成果が上げられなかったんですが、まあ、大敗を喫することなく、まあ、史実とは少し違った結果にできたんじゃないかなというふうに思います。次回また違う回線をプレイしつつですね、艦隊の運用に慣れてきたらいよいよキャンペーンモードもやっていきたいなと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。